アイテム番号、SCP-519-AB、オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、すべての SCP-519-AB は表が見えないよう、個別に封筒に入れられてサイト、8100ルーの中脅威の物品倉庫に収容されています。調査は必要のない限り、加工されたデータを用いて行ってください。もし SCP-519-AB の表を見る必要がある、または見てしまった場合は記憶処置を行ってください。説明、SCP-519-AB は全て樹氷に覆われた一本の木を中心として写っているカラー写真で、ほとんどが光点儀です。しかし晴天時に撮影されている SCP-519-AB、それぞれ SCP-519-AB、5、9、17の分析によって、すべて同じ木を撮影したものである可能性が極めて高いことが判明しました。しかし被写体の木は樹氷に覆われているため、その種類は特定できていません。また写っている時点は現在も不明です。なお、SCP-519-AB の素材や現像処理方法には異常は見受けられませんでした。SCP-519-AB は198年6月頃に発生した複数の室内投資事件により外乱の目に留まり、最初の3枚、SCP-519-AB、1から、3、が回収されました。その後、所有者の投資、歴史、ショック死、消死を伴いながら回収が続けられています。詳細は SCP-519-AB 回収レポートを参照してください。1997に回収された SCP-519-AB、27号、新たな SCP-519-AB は回収されていません。SCP-519-AB の表面を見た人間は体温の低下を訴えます。この効果は SCP-519-AB の画像データやコピーであっても発現しますが、記憶処置を施すことにより回復すること、モノクロ加工を施すことで回避できることが確認されています。また体温の低下は進行性があり、マクロから7日までは少し肌寒さを感じ、暖房の使用や重ね着をする程度ですが、12日ほど経つと防寒衣類を着用してもまだ足りないと感じるでしょう。14日ほど経過すると、体温の低下を阻止しようとする行動は意味をなさなくなり、自律神経失調症を起因とした低体温症により凍死します。あるいはそれ以前に、浴槽での意識喪失による溺死、暖房器具の過剰使用による脱水症状、熱湯を浴びたことによる全身やけど、効果及び消死などの報告されています。しかし体温の低下はあくまでも、主観的なもの、であり、実際には低体温症発症まで被験者の体温は低下していないこと、SCP-519-AB の影響により凍死した場合は、死体のそばに新たな SCP-519-AB が出現することが実験で明らかになっています。SCP-519-AB、9の裏面に記載されていた言葉。この美しいものを見たとき、私の中に冬が生まれた。だから私は、この冬を伝えよう。月、SCP-519-AB。9は最も古い SCP-519-AB の1枚であることが調査によって判明しています。調査記録 519AB、SCP-519-AB、9について追跡調査したところ、写真愛好家の、死によって撮影されていたことが判明。自宅から SCP-519-AB のものと思われる3枚分のネガフィルムを発見。SCP-519-AB-A として回収しました。分析によりネガは SCP-519-AB-5、9、17のものであることが判明しています。SCP-519-AB-A の死人に影響力はありません。死は198、
も入院前に3通の郵便物を送っており、その後は死亡するまで入院していました。このため、この時に SCP-519-AB-5-9-17 を送ったと考えられています。事件記録 519-AB-199 に2回の研究員ロスが SCP-519-AB-23 を調査した後、記憶措置を受けたにもかかわらず SCP-519-AB の影響を発言。再度記憶措置を行ったものの効果がなく、本人より解雇が申請、受理されました。インタビューにより二階堂研究員ロスは、報告書に記載されていたモノクロ加工済みの SCP-519-AB-23 を見た際に SCP-519-AB-23 をはっきりと、思い出した、と証言。この件から SCP-519-AB を直接視認した場合は、記憶処置を行った場合でも影響を発言することが判明、報告書内のモノクロ加工データが削除されました。追記、200、に室内での投資事件が発生、SCP-519-AB-28 を回収しました。また SCP-519-AB-28 からは被写体の木が、成長した、と考えられる変化が確認されました。